国会前提の池と系統国会前提は東京都千代田区長田町一丁目にある国会議事堂前にある庭園。本庭園は国有地であり衆議院が管理している。南北に分かれており北地区は洋式庭園、南地区は和式庭園となっている。南北の両地区は国会正門からまっすぐ伸びる並木道を挟んで分けられており、 姿勢の低い霞が関側の正面から国会議事堂を見上げると国会議事堂を緑の向こう側に美しく際立たせるようになっている。北地区は江戸時代の初期は熊本藩主の加藤清正の屋敷、ついで彦根藩医師の上屋敷があったところで幕末の大老、井伊直介はここから内堀沿いの道を桜田門に向かう途中の路上で桜田門外の辺にあった。 明治維新後に、当地は国有地となり、はじめ壇上台、後に参謀本部、陸軍省が置かれた。そして陸軍省が廃止された戦後に、衆議院の所管に移され、周囲の土地区画整理や道路拡張の後に、様式の庭園に整備された。北地区の中心には三権分立を象徴するとされる時計塔が建てられており、シンボルになっている。また、 軍事的な理由から全国の測量を進めた参謀本部陸地測量部がこの地に置かれていた名残である日本水準原点が園内に存在することが有名。尾崎幸雄の業績を称たたえて建設され、現在は衆議院が管理している建成記念館も北地区の敷地内にある。南地区は江戸時代は黒田市や浅野市の屋敷、明治期以降は アリス川の宮邸を経て、霞が関離宮となった場所であった。現在では和風を基調とした、海遊式庭園になっている。ウコン桜、八重紅大島、市原虎ノなどの桜や、花水木、ハンカチ抜きといった木が植えられている。ありがとうございます。